スイカの瓶詰めをします。もうすぐね、スイカの季節も終わろうとしていますね。真冬になってもこたつに入りながら冷たいスイカはいかがでしょうか。これはね、実験用に1ヶ月ほど前に作ったスイカの瓶詰めです。ではね、開けてね、切ってみますね。形はね、崩れてもなくってしっかりしてますね。では切ってみますよ。ほら、角もね、綺麗ですよね。はい、普通にね、型崩れもすることなく断面も綺麗です。弾力もちゃんと残ってますね。色がね、鮮やかになってるような気がします。この後ね、食べてみました。そうするとお味はというと、正直に言うよ、生のスイカではないかな。新しいスイカかな、新種、そんな感じ。これね、常温で放置してぬるいんですけれども、冷やして食べたら美味しいとは思います。酸味をね、どうするかなんだけれどもね、そうだ、酸味をね、生かすのには炭酸ですよね。炭酸を効かしたフルーツポンチにしたら美味しいと思いますよ。後でね、作ってみましょう。大きさですけれども、4センチぐらいにしました。もちろん厳密じゃなくても大丈夫ですよ。大きさってね、伝えにくいから測ってみただけね。大きくした理由は、後で熱湯とクエン酸を入れますので、表面がどうしても変わってしまいます。何度かね、2センチもやったし、3センチも実はやりました。大きさを変えて実験をした、ね、結果、この大きさが一番いいのかなということで割り出しました。皮があるブドウはね、食べない部分があるし、全く問題がありませんでした。でもね、スイカってそのままだからね。なんとか瓶詰めをしたくて、かなり失敗も重ねながらやっとできましたよ。これはコストコで購入した小玉のスイカです。横にね、切っていきますよ。皮がね、かなり薄いですね。皮も入れて瓶詰めしても全然大丈夫です。もしね、皮を入れる場合は農薬除去を必ずして洗ってくださいね。どんな切り方でもいいのですが、皮が薄いのでね、周りをくり抜こうかなと思います。そしてね、皮が分厚い場合はね、縦に切り落としていく方が楽かもしれませんね。沸騰したての熱湯を少しずつね、入れていきますよ。この瓶は耐熱瓶ではありません。お安い瓶をね、使用しています。最初からね、いっぺんに熱湯を入れると瓶が割れてしまいます。なので、少しずつね、熱湯を足すようにしていますよ。この時にね、やかんの火はつけっぱなしにしておいてくださいね。時々お湯をね、上の方までつけるために斜めにして動かしながらね、瓶を温めていく感じでやっていきますよ。やけどはね、くれぐれも注意してやってくださいね。ゆっくり、ここはね、ちょっとゆっくり時間をかけた方がいいと思います。時々ね、斜めにしてお湯を入れています。最初だけね、ゆっくりやるのは最初だけなんだからね、ここはちょっとゆっくりやってみてくださいね。今回は3ステップにしました。理由は、大きいからね、4センチぐらいに切ったからです。そしてこのお湯はね、一度ね、捨てますよ。スプーンとかね、用意していただいたら出なくて、簡単にお湯を捨てることができますね。それでもね、暑いので、やけどだけほんと気をつけてね。このお湯はいらないので捨てますよ。そして今度は一気に入れて大丈夫です。もう瓶が温まってるからね。熱湯よ。熱い熱湯を上の方まで入れます。
そして、蓋をしていただいて5分放置しますね。5分が経ちましたので、お湯を一度捨てます。これ2度目のね、お湯を捨てた段階になります。相当ね、熱くなってるからね、気をつけてね。2回目のお湯が捨てることができました。1リットルの瓶をこれは使用しています。砂糖を大さじ1杯ずつね、各瓶に入れます。そして塩とクエン酸をね、各瓶に小さじ4分の1ずつ入れています。熱湯はね、ずっと火をつけっぱなしでやってくださいね。そしてお湯はね、もう熱湯よ、一気に入れますよ。そしてもう蓋ギリギリのところまで入れます。ギリギリまでね、空気が入らないぐらいに入れますよ。今回は煮沸の脱きはしませんからね、もうギリギリまで、表面張力ギリギリまで入れてくださいね。そして蓋をね、閉める時も溢れ出す場合があるので、本当気をつけてくださいね。もうかなり熱いよ、めちゃめちゃ熱いからね。そして、瓶をね、上下逆さまに、します。この時きつくね、締めてね、頑張って締めてください。そして瓶を上下逆さまにしておきます。はい。もしキッチンがね、涼しいようであれば、お布団ね、こんなお布団とかブランケットをね、かぶせておいて冷めるまで放置します。冷暗所であれば1年は保存が可能となります。ではね、フルーツポンチを作っていきます。クエン酸って炭酸にすると酸味がね、なぜか消えるような気がしてます。これをね、利用するといいかなと思いました。コストコのね、グレープフルーツジュースがありましたので、それにね、炭酸を入れていきます。普通のね、炭酸入りのジュースでも全然いいですよ。すでに備蓄しているアメリカンチェリーとスイカのね、瓶詰めを使いますよ。水分を捨てていきます。アメリカンチェリーのね、汁もったいなかった、捨ててしまった。これ使いましたよね、こんな綺麗な色なのにね、捨てちゃった。今度は残してジュースにしたらいいですね。適量スイカとね、アメリカンチェリーを入れていきます。そしてね、炭酸ジュースを入れて出来上がりになりますよ。感想はね、すごく美味しかったです。思ったより美味しかったです。スイカはそのまま食べるよりも炭酸を出す方が美味しいかなと思いました。炭酸入れてね、食べるのがおすすめですよ。次回はコストコ大容量ジュースの瓶詰めをします。コストコのね、ジュースって保存はどうされてますか？この大きなね、容器を冷蔵庫に入らないですよね。それ我が家だけかな。ペットボトルにね、移し替えてもいいとは思いますけれどもね、冷蔵庫に入れないとダメですよね。我が家では瓶詰めをして冷暗所での保存をしています。これだとね、買うのも億劫にはならないですからね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝します。